はい、どうも皆さん、こんにちは。SEO 大好き人間、グミです。ということで、今回は、一週間、長かったようで短かったような感じなんですけど、明日ついにね、18話、SEO の第18話が放送されるということで、今回は、前回のね、17話の、おさらい、復習、明日に備えての、一週間なんで全然忘れてる人とかいないんですけど、先週の感想と復習的なのをやっていきたいと思います。ということで早速行っていきましょう。はい、で17話なんですけど、まずゆいちゃんが出てきて、でそして旧 SAO サーバーが起動してるってところで、オープニングすぐに行っちゃって、でその後すぐにね、そのままキリットサイドの方に行くんですけど、多分ねこの SAO サーバーが起動してるっていうのが、今回のね、ネックというか、あの二人が出てくるに繋がったんじゃないかなと思います。で話は戻るんですけど、一方その頃アンダーワールドのところではキリトが風の前に引きずり出されたところから始まって、引きずり出されて、ピンチに陥るキリト、いやどうする、みんなボロボロだし動けないっていうところで現れた人影、そうなんとその人影がエイジだったと。いやーもうこれは激アツでしたね、本当に。もう見てる、放送時、リアタイで見てたんですけど、その時もおーって声が出ちゃったんですよ。前からねちょくちょく、エイジっぽい影とか、最初に出てきたのはリズがねみんなにこう呼びかけている時にチラッとこう、これもしかしてエイジ&ユナ的なねこういうのがあって、でちょくちょく戦いとかにもねそういう影が出てきたんですけど、今回満を持して登場と。しかもねそのクラインがエイジって言ったんで、もう完璧にもうエイジなんですよ。いやもうそれでもういいし、いいんですけど、もう全身出てきてくれてありがとうって感じで、エイジが出てきて助けに来てくれるんですけど、さすがにねプーが強いんで、太刀打ちできなかったと。でそこに現れたのがユナ、最初のなんかユイみたいな感じでこう妖精な感じで出てきたんですけど、いきなりもう上に行ってドーンって感じで、もうあのユナが出てきて、でもう出てくるだけでも嬉しかったんですけど、さらにいいことにちゃんと喋ってくれるんですよ。いや当たり前だって言うんですけど、こういうなんか昔出てきたキャラとかって結構声優の人とかが違ってたりとかあるとかと思ってたんですよ、自分的には。なんですけどちゃんとね映画と全く同じ声優さんが、声優さんではないんですけど、井上さんと神田さんがね演じてくれて、もう素晴らしい、もう素晴らしいしか出てこないね素晴らしいっていう一言なんですけど、そしてさらにもうあのロンギングでいいのかな、読み方もうロンギングだと思うんですけど、あの歌もちゃんとかかって、もうユナが歌ってくれる。そしてその映画ね、オーディナルスケール見た人ならわかると思うんですけども、ちゃんとバフがもうエイジにかかって2ラウンド目だ、はいかっこいいとか、もう激アツ、もやばい、映画見た人とかもう SEO 大好きにともう発狂してたでしょ、多分あの画面目の前でうおーってなってすごいことになってたんですけど、ここから2ラウンド目で、おせおせ、さすがにね、バフもかかった状態なんで結構ねプーも追い詰めたと思ったんですけど、さすがにね、プーもねそんなことではやられないとって感じで、エイジもやられちゃって、手切られちゃうんですけど、でやられちゃって、でももう最後にね、もう今までの僕じゃないんだみたいな感じな勢いで、もうボロボロで何もできないと思ったら、もう最後はもうプーのねあの首筋を噛みに行くっていう、エイジがバクッつって、でブシューってやって、おめえ何しゃがんだ、ブシャーブシャーンってやって、僕頑張ったかなみたいな、ちゃんとやったよつって帰っていくんです。そう言い忘れてた、そのお前何者だって言った時に、僕は血明騎士団のノーチラスだっつって、あのもう血明騎士団の色もう服にブワッて変わるところも、もう素晴らしい。そしてユナの衣装もあのエイジに駆け寄る時に変わるのも素晴らしい。でちょっとダメージを与えて退場と。いやー素晴らしい活躍してありがとうございました、出てきてくれてありがとうって感じで素晴らしかったです。はい、であとね他のサイドはシノンなんですけど、シノンとガブリエルの戦い、ピンチにね陥って、もう本当にもうまたやられそうってなった時に来てくれるキリト、キリトの電極守りがまた救ってくれて、でそこからね一死ね、もう真意の力で一死報いて、ガブリエルもねだいぶダメージを受けて、多分治ると思うんですけど、
体の半分ぐらいがもうなんか焼けてる感じになって、まあ、飛んでったと、まあ、多分アリスのところに飛んでったんでしょうね。まあそれで、まあ、こっちはもう、まあ、一段落ついたと。で問題はリーファのところ、ちょっと皆さんえぐくないですか。いやもう見てて、えぐいえぐいって、もうテレビの前でちょっと叫んじゃったレベルでもうえぐかったんですけども、まあ、背中に剣は刺さってるのもまだって言っちゃあれなんですけど、なんですけども、あの顔にね槍みたいなすっげえなんかブザーってなって、うわーって、もううわーって感じでしたね。もうでもこれ以上痛めつけないであげてって、もうあの無限回復で傷治っちゃう。でも痛みは多分伴ってるんで、一番辛いのがリーファなんじゃないかって思ったんですけどね。でもまあお兄ちゃんが頑張ってるんだから、お兄ちゃんの痛みはこんなもんじゃないみたいな感じで、ちゃんとね意識というか、まあ立って、であの真意の想像スキルみたいなんでバーンって経験でなんかみんな倒して、まあ、こっちもね安泰って感じだったんですけど、安泰ではないけど、まあこっちも頑張ってるよって感じで問題はあの現実世界、まあ、前回の動画で、まあ、なめくじ野郎っていう命名したんですけどね、誰だっけ、柳井さんでいい、3はいらない、なめくじ野郎なんですけど、まあ、なめくじ野郎にふさわしい最後でしたね。リンゴさんがあれなんだ、スパナかな、なんか落として危ない、避けて日がくんって言ってターンって打ってきて、うわーってビビって、そのままさよなら、はい真っ逆さま草生えたわっていう感じなんですけど、まあまあね、まあ、あんなやつどうでもいいんで、まあ笑わせてもらっただけでもう十分ですって感じで、はい退場、はいおめでとうございますって感じで、まあ、満を持してね、あの邪魔者が消えたことによってちゃんと STL、 アスナとシノンとリーファの STL をこうキリトに接続して、もうキリトにこうなんか情報というか、まあ、集まっていって、でこのアンダーワールドの世界でもキリトくんとかお兄ちゃんとかキリトっていうあの気持ちがこうキリトに集まっていって、でそしてなんとね、その折れた剣のところに友情が出てきて、さあキリトを立ってみたいな感じになって、でまあ精神世界なんですかね、学校みたいなところに、まあ、キリトがいて、なんだよつって友情が呼んでる声で終わるんです。終わったっていうところなんですけど、もうここなんでこんなとこで終わるねーって今なったんですけど、いやーここまで来たらもう次回復活なんじゃないですかって、もう明日放送なんですけど、もう明日が待ち遠しい、本当に待ち遠しい。いやでももう他にもね、もう、その、まあ、先週の放送が終わった後に、もうなんか、キリトウィークっていうのが始まって、ちょっと画像出しておくんですけど、キリトウィークっていうのが始まって、もう、これはさすがに復活しないと、ダメでしょうってなっちゃいますよね。もう、今週、こんなんで行っちゃったらね、まあ、次の18話で多分、復活。いや、でも復活すると言っても、まあ、自分の考え的には多分、一番最後、本当に最後に、待たせたなって感じで復活して、まあ、18話が終わる。だと思うんですよね。さすがに序盤で復活しないで、もう本当に多分回想とか何やら友情とかの駆け引きが出てきて、で最後の最後にキリトがこう立って復活して終わり、18話終わりって、次回から始動って感じで20話からね多分動き出すって感じなんですけど、20話じゃねえや、19話から英雄第一に立つみたいな感じでいくと思うんですけど、いやーでもまあ本当に明日の放送が待ち遠しい。もう全世界が待望ですからね。このキリト復活。本当に長かった。ここまで長かった。でも、全然面白かった。もう、いつ、で、早くしてっていう、この、早くしてっていう感じがもうね、なんて言ったらいいかわかんないんですけども、じらしなのかなんかわかんないんですけども、この感じが、まあ、好きでしたね。いや、おかしいかもしれないですけど。いやまあ何はともあれ、もう明日の19話が楽しみですということで、皆さんも楽しみですよね。はい。ということで今回はここまでです。まあ、共感してくれたりね、まあ、SAO 大好きな人、まあ、コメントとか待ってます。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、また次はね、19話のまあ感想的なのもね、動画にしていきたいと思いますので、よかったら見ていってくださいと。はい。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。サラダバー。